見える開花メルマガ、こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日はですね、昨日ですねうちの、8月に来てですね4ヶ月ぐらいだったんですけども、うちのにゃんこがですね亡くなりまして、で 2,3 日前からずっと吐いてたんですけれども、でその状況からですね、まさかこういう風になるとは思わず、昨日も病院には昨日祝日11月23日祝日だったもので、病院が空いてなくてですね行かないまま家でですねお亡くなりになっていて、で、娘が一番こう可愛がっていたのでですね、で、相当私たちもですね、悲しい思いをしたんですけども、その時に今までこう動いていたもの、当たり前ですが動いていたものが冷たくなってこう形だけになってしまって、でその時に命フォトンが抜けますと。でフォトンが抜けた時に活動が全部終わってしまう。でこの形はあるのにもう動かない。本当にこう生命の活動っていうのがすごいなっていうのをすごく感じます。それぞれのね、子供たちも、東京の子供たちも2人帰ってきてですね、で夜一緒にこうお別れをして、で今朝埋葬してきたんですけれども、で本当にこの命のエネルギーがあるから私たちが動けていて、でそれぞれの周波数でこう関係性を持つことができて、一緒にこう家族となることができたりしていると。で本当にこの命のエネルギーがあるから心臓が動き、食べたものを消化してくれて、で活動をするというのが、本当にこう抜けると冷たくなって、で今まで暖かかったものが冷たくなっていて、この生命の命のエネルギーがそもそも入っていたから、フォトンがですね、意識としてフォトンが入っていたから活動していると。私たち本当にこうすごい命をずっとこう続けて温めて、自分自身をこのフォトンが入ることによって命の活動をしてるんだなっていうのをすごく感じました。で我が家もうちの両親も妻の両親もですね、ペットだったり、それぞれ家族がいるんですけども、その中で一番若い猫が一番先にこう亡くなってですね、で本当にこう 死っていうのは順番がなくって、誰が先に来るかわからないしと。でこれは倫理法人会のお話で聞いたんですけども、死ぬことっていうのは誰が先に、順番がない、誰が先に来るかわからないし、あとは練習ができないと。で待ったなしだと、ちょっと待ってということもできない、明日にしてくれとかもできないし、あとは誰にでも来ると、死が来ない人はいないということを聞いたんですね。まさになと思いました。で今回のにゃんこがね、この本当に4、5ヶ月ぐらいの寿命をですね終えて、でこの人生をこう終わりにしていると。ここで私たちにこうもうくれたメッセージ、このにゃんこの分もうちらは生き切ると。特に娘がですね、本当にこうやっぱりこういっぱいこう可愛がっていたので、でその分もこう生き切るということをですね、すごく感じました。今日は本当にこう取り留めのない話なんですが、命の凄さですね、ぜひ感じていただいて、私たち本当に家族とか自分のね、生きとし生ける一緒にいる存在の方々を本当に響きを大切にして生きていっていきたいと思います。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。